俺の名前は磯尾康介。どこにでもいるごく普通の社会人だ。それなりの大学を卒業して、それなりの会社でこうやってなんとか働いて日々を過ごしている。今となっては笑い話で済むことなんだけど、実を言うと子供の頃の我が家は裕福とは言い難い家庭だった。他の同級生と比べると明らかにボロい洋服を着ていたし、ランドセルだって近所の上級生からのお下がりだった。そんな状況だったけど、家族仲はとても良かった。親父とおふくろは美味しいものを食べることにこだわっていて、月に一度は必ず外食に行っていた。これめっちゃ美味しい。そうだろう、よく味わって食べるんだぞ。こういう美味しいものを食うために普段俺たちはつつましく生活しているんだからな。実家の近所には幼馴染のような同級生の武田という知り合いが住んでいた。こいつの家はそこそこの金持ちで、いつも俺のことを、おい貧乏に、その服おとといと一緒じゃねえか。ま、お前の家は貧乏だから洋服なんてもんは買えねえんだろ。残念だったな、親が貧乏でさ。悔しかったら俺みたいにピッカピカの服とランドセルを身につけてみろよ、とからかってきていた。そりゃ確かにうちは貧乏だよ。でも他の同級生には貧乏だってことをからかわれたことなんて一度もない。普通に遊んでくれる友達だっていっぱいいる。武田にからかわれるとムカつくけど、相手をするだけ無駄だから放っておこう、てな具合に武田のことは軽くスルーしていた。武田とは中学まで同じ学校に通っていたけど、高校からは別々の道を歩むことになっていた。仕事を終え、最寄り駅の改札を出ようとした時のことだった。おい、お前コウスケだよな。よう貧乏に、お前生きてたんだな。てっきりひもじい思いをしてもう生きていないもんだと思ってたぜ。なれなれしいにも程がある。俺のことを貧乏人って呼ぶってことは、こいつは武田だな。見た目は大人だけど、中身はガキのまんまで感じが悪い。貧乏人ちゃんよ、この時間に私服を着てふらついてるってことは、お前就職してないんだろ。どうせフリーターでもやってフラフラしてるんだろ。しょうがねえやつだな。よし、俺はお前と違って会社員なんだ。寿司でもおごってやるから飯でも食いに行こうぜ。俺一応三流大学を卒業して普通の会社で働いているリーマンなんですけど、私服を着ているからってフリーターだと思うんじゃねえよ。つうか寿司をおごるって回転寿司かよ。まあいいけどさ。ビンちゃんはどうせ腹ペコなんだろ、遠慮せず食ってくれ。今日は給料日だから金の心配はすんな。聞いてくれよ貧乏に、俺はよ、高校受験に失敗して猿山みてえな高校に入っちまったんだよ。そんな高校だからまともな大学に推薦入学なんてできやしね。だからよ、俺は一般入試にチャレンジしたわけよ。そうしたらこれがまあ見事に失敗しちまってさ、底辺も底辺、超最低層の大学に合格したんだよ。超最下層大学だからよ、就職もまた苦労しちまってさ、一体何十、いや100は軽く超えたかな。まあとにかくそんぐらいの会社を受けたわけだ。そんでようやく潜り込めたのが A っていうメーカーの営業職なんだけどよ、これがまたろくでもない会社でさ、社長はダメダメだし今にも潰れそうで困ってるんだよ。ま、俺は今まで月がなかっただけなんだ。これからは成り上がって、こんなブラック企業からはとっととおさらばしちまおうって算段だ。どうだ俺の人生設計は。どうだも何も。フリーターのお前にはちょいとばっかし難しすぎる話だったか。まあいいや、寿司をどんどん食ってパーッとやろう。こいつが今言った A っていうメーカー、俺の会社の孫受けなんだけど、堅実な仕事をしてくれるいい会社のはずなんだけどな。ま、口に出すと面倒だから言わないけどね。会計では約束通り武田が代金を支払ってくれた。せっかく再会したんだ、連絡先を交換しようぜ。あ、いいけど。よし、これでいつでも貧乏人のお前と遊べるってわけだな。今度はお前が俺に寿司をおごれよ。ま、フリーターのお前じゃ俺に寿司をおごるなんてゲートできっこないだろうけどな。ちょっと、いやだいぶイラッとしていた俺は早速週末に武田と連絡を取ってみた。武田、一週間ぶり、急で悪いんだけど、この間の君との約束を果たそうかと思っているんだ。明日あたり君の都合はどう？約束って寿司をおごれっていうあの約束か？お前は貧乏人なんだから無理すんなって。あんなのその場の冗談で言っただけなんだからよ。無理なんてしてないよ、寿司おごるから。店の住所は今からそっちに送るよ。当日は現地集合ってことにしようか。それじゃ。そして翌日、
俺は自分がよく通っている寿司屋に武田を招待した。え、おい、ここってひょっとしなくても回らない寿司屋だよな。俺この店テレビで見たことあるぞ。お前がこんな店で寿司をおごってくれるとか何かの間違いだよな。な、入り口でごちゃごちゃ言ってると迷惑になるぞ。さっさと入ろう。この寿司屋は俺自身がいろいろな寿司屋を巡ってみた結果とても気に入ったお店だ。大将もとても気さくな方でサービス精神にあふれている。いやー、こいつってばかなりの貧乏人なんですよ。普段はいいもんなってロックスっぽくってないくせに背伸びしちゃってこんな店に俺を連れてきてね。大将、とりあえずいつも通り適当に握っていただけますか。はいよ。いつもうちにいらっしゃる伊藤さんが知り合いを連れてくるって言うから気合を入れてたんですけどね。すんませんね、こんな店なんて表現をされるような寿司屋で。あ、いや、そういう意味じゃ。とにかくうちの寿司を味わってみてください。はいよ、煮切りを塗った寿司お待ち。チェ、どうして俺が大将に嫌味を言われなくちゃいけねえんだよ。まあいいや、気を取り直していただくとしますか。上から醤油を垂らしてっと。その寿司、煮切りが塗られているから醤油をかける必要ないぞ。ま、好きに食べればいいけどさ。寿司を堪能した俺たちは店を変えて今度はお酒を飲むことにした。行き先はもちろん俺の行きつけのお店だ。寿司屋で大将に軽い嫌味を言われた分、ここではガブガブ飲んでやるぜ。マスター、このバーボンうまいっすね。そうですか。お前が今飲んでいる酒はバーボンじゃなくてアイラだよ。知ったかぶりで酒を語るってダサいな。会計の時、俺はわざと武田に伝票が見えるようにした。すると、は？1杯2000円？俺そんな酒をガブガブ飲んじまってたのか。貧乏人ちゃん、払えないだろ。どうすんだよ。支払いはカードでお願いします。え？支払いを終え、俺はさらに武田に追い打ちをかけてみることにした。店の外にタクシーを呼んでおいたから、それで帰っていいよ。支払いは俺持ちでいいから。それとこれ、俺の名刺ね。君の会社の社長によろしく伝えておいてもらえるかな。は？え？うちの会社、お前のところの下請けかよ。回転寿司をご馳走になったお返しのつもりだったんだけどさ、貧乏人だからこういう店しか知らないんだよ。なんかごめんな。まあガブガブ酒を飲んでいたし、文句を言いつつも寿司だって完食していたよな。ってことは満足したんだろ。それじゃ俺はもう帰るから。人のことを長年にわたって貧乏人呼ばわりしていたやつが口を開けてポカンと突っ立っている様子は滑稽だな。いつまでも小学生気分でいるからこういうことになるんだよ。自宅に戻るとすぐにスマホに武田から通話がかかってきた。まさかお前が大出世していい会社に勤めているとは思わなかったぜ。それならそうと、もっと早く言ってくれよ。そうすりゃ俺がお前に寿司をおごらなくても済んだのによ。あ、そうだ、今度またお前のおごりでいい店に連れてってくれよ。俺たち友達なんだからいいよな。俺のおごり？武田って面白いことを言うね。君曰く俺はフリーターの貧乏人なんだろ。貧乏人が毎回食事をおごれるわけないじゃないか。もう連絡はこれっきりにしてもらえるかな。君の言動、小学生の頃からずっと不快に思ってたんだよ。こうして俺は鬱陶しい幼馴染と絶縁した。以上、貧乏人が小学生時代の気晴らしをしたお話でした。ご視聴ありがとうございました。また見てね。